都市伝説テラーの小焼がやりたいことを全部やるチャンネル、小焼Mログです。 Vlog です。そう、僕が言わせねえよということで。言わせねえよ。またまた呼んでくれましたか。ありがとうございます。本当に来ていただきました。すいません、我が家杉山です。よろしくお願いします。お願いします。1ヶ月前ぐらいですもんね。1ヶ月前ぐらいです、ね、ちょうど今日もね、Mログ元気よくやっていくんですけども、うんうん、何の M ですか。文句の M。この間 W6 だった我が家のね。そうですよね。だからちょっとごめんなさい、クレームあるんですよ。反省してもらっていいですか。ちょ、ほんまに、あ、大先輩ですけど反省してもらって。やばいやばい、やめてほしい。何がって言いますね。1ヶ月前の動画、ロケで体験したヤバすぎる実話、13万再生。テレビで言えなかった杉山さんが体験した話がヤバすぎる、12万再生。なんでそんな再生数取ってんの。知らねえよ。芸人さんが出たら漏れなく Vlog って伸びるんですよ。はい。その中でも1万再生でしたみたいになったら、めっちゃおもろいっすねって話をしてたんですよ。してたね。だから行かないかったら行かなかったでみたいな。そう言ってた。なんか保険を張ってね、おしゃべりされてたんですけど。うんうんうん。保険とか言わないわかんないじゃん、どれくらいのさ。そうか、わかんない。僕らの視聴者って、うん、お杉さんの世代が多いのはわかってるんですけど。あ、そうなんだ。でも最近あんまテレビで見てなかったんで、正直ね、そんな伸びるかちょっとスタッフと不安だったんです。うんうん、前々からお杉さんとは交流があったんですけど、うん、ただうちのスタジオにジャンプ読みに来るおじさんみたいなイメージで、ほんまあの喋るのみたいな。失礼なスタッフもいるんですよ、中には。そうね。そう、でも全然否定しない。そうね。なんでかっていうと、今日もジャンプもらってます。そう、だから今日あのスタッフの中で呼び方が変わりました。おう、コス回収のおじさんです。コス回収おじさん。普通にくるくる回ってるやつじゃねえか。そう、だからトイレットペーパー持ってくるのかなって。ああ、俺がね、お返しにね。そう、持ってなきゃいけないじゃん。次10万再生超えてるんです。ありがとうございます。あ、いえいえ、とんでもない、すげえ。おー、よかった、ありがとうございます。連続で10万再生超えて、嬉しい。本家のね、小焼スタジオの方は100万人超えてますから、はい、超えて当たり前なんですけど、この Vlog って緩いところなんですよ。ほう。だからその緩いこの雰囲気の中で、特にこうテーマも決まってないのに、10万再生を立て続けに出せるっていうのは、もともと持ってる潜在的な能力なんですよ。いやいや、違う違う、見てる皆さんが優しいんですって。はい。Vlog のコメントも見ました。コメントでも初めのうち見ましたよ、はい、いろいろ温かいの中にね、はい、まともになったんだとか悪くなったんだとかね、コメントあってね。まあまあ、違う、まあまあ、悪い部分だけね、知ってる方はそうかもしんないですけど、でもすごい慕われてますよ。本当ですか。マジで。いや、でもなんかコメント、優しいコメント多かったから嬉しかったですよ。多いですし、うん、僕もあの知り合いの芸人さんにお杉さんに可愛がってもらってるんですよ、言ったら、うん、いいよねって、お酒ちょっと入ってあれやけどねって、でもめちゃくちゃ面倒いい先輩やもんねって言ってくれます。あ、本当、それは嬉しいわ。僕もイメージめっちゃ変わりました。だからどんなイメージだったの。最初怖い人のイメージあった。違う、そんな感じのくだりやってないじゃん。怖い威圧的なイメージとか与えてないでしょ。ないんですけど、うん、僕らはやっぱテレビのニュースが全てだったんですよ。あ、そうだね。そうそう、やっぱそれがあったんでね。確かに。なんか知らんすけど、なんかネットニュースになってますよね、なんかこの前。なってるね。なんかアメーバかなんか取り上げられたんですよって、あれ。うん、なんか言うと、うん、こう全部叩かれてしまうよね。燃えるよね。最高月収600万円とか。あのさ、しくじっていい、うん、俺のだけ P 使わないで、小焼きだけ P 入れるのはずるいから。なんなのマジで、あれ。あれは、あの、俺はさ、おー、すげえ夢あんなってリアクションを取ってるけど、あそこを切るってなんなの、このスタッフ同士の。すいません、うん、じゃあ俺のとこも P にしてよ。いや、それだと何もね、分かんなくなっちゃう。面白くない。はい、ちょっと小焼きからの質問。まあ、夢ある額でしたから。いや、でもすごい夢ありますよ、それでも。そうだけど、なんか俺見ててさ、恥ずかしくなっちゃって、小焼きの方が P 入ってるから。そんなないです。だって栄養なことじゃないですか、まあまあまあ、テレビバンバン出てね。ありがたい話です。憧れるよ、あんなのね。だって本当にそうです。なんかそういう話もしましたよね、オンバトン出てた時の話とかね。そうです。だからもうちょっと今日はまた、うん、トップでライトの都市伝説が終わりということなんで、はい、ジャンプを回収する代わりに、トイレットペーパーの代わりにお話を1個置いて帰るっていう、ね、もうでもジャンプ回収したから俺はもう帰るっていう手もあるけど、ね、なんで。ありがとうございました、ね、僕は空みたいの。ああ、本当に。前回ほら見た方はね、あぎょうさん作業後の話したんですけど、はい、あれほら結構コメントでヌーベイで見ましたよみたいな。そう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 、俺がした時ってヌーベイよりだいぶ前だから、あれ。いや、それもそうだし、うん、ヌーベイのことみたいに言ってたけども、いいじゃん、知らない人だっているんだよ。そう、だから俺笑えたらいいの、それで。いや、俺嫌がってないのよ、嬉しかったけど、あ、ヌーベイで会ったなと思って、あの話と思って。ただ、ああいう話というよりは、今回は実体験。
マジですか？うん。やばいやつじゃないこれね。やばいやつっちゃやばいやつです。はい、だから、もともとね、今、我が家ってトリオなんですけど、3人で。もともと矢田部と僕で、コンビだったんです。そうなんですか、ね、そう、まずそれをね、はい、皆さんは知らないかもしれないけど、はいはい、小焼も知らないかもしれないけど、はじめは、はい、僕と矢田部がルーキーズっていうコンビでやってて、その時にでも始めたばっかりの時って地元でね、まだ埼玉住んでたんだけど、はい、ネタ作るじゃない、はい、ネタ練習する場所って難しいのよ。あ、そうなんですね。ちなみにどういうとこで大きい声出して練習しようかなって思う、うん、そうか、自宅とかやったら自然迷惑になったりするんですか。それまだほら実家暮らしだし、はい、あ、わかった、公園とかとかね、はい、でもそれするとさ、周りの目とか結構気になるじゃん。そうか、確かにそうだな。公園もあるっちゃあるんだけど、あ、カラオケボックスとかね、カラオケボックス行くとカラオケっていう誘惑が出てくるわけ。誘惑、それは意思の問題でした。だってあとなんかさ、頼めたりするじゃない、ドリンクとかお酒とか、はい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 、いいじゃないですか。そうなってくるとちゃんと本気の練習ができないというか遊んじゃう。あとそんなにお金もないから、若手時代はね、そう、カラオケボックスに行って練習するっていう行動が取れないか、公演もありなんだけど、そうそうや、やっぱね、人気のないとこを選ぶんですよ。なるほど。大きい声出してもいいように、はあはあ、人気のないところでひっそり練習しようと、はあはあ、初め僕と矢田部の地元にある俺の通ってた小学校の近くで夜やってたのね、はい、でも夜だから、まあ学校の周りとあんま民家ないし、うん、そんな大きい声出しても大丈夫、ちょっと田舎だったから、うん、でもそこでやってたらヤンキーが来るのよ。 あ、これはめんどくさいですよ。そう、うん、しかも地元の後輩だったりするんだよ。あー、なるほど。そいつらが俺、杉山さん、矢田部さん何やってんすかみたいなそれまだ芸人っていうのが世に知らしめてないから、言ってもないし、テレビも出てないから、はいはい、何大きい声出してやってんですかみたいになっちゃってああ、まあまあ、じゃあ2人でなんか今度なんかやろうぜみたいなので、ちょっと考えてたんだみたいなので、はい、でも行くとで来るから、うん、ちょっと学校使えねえなみたいな。なるほどなるほど。じゃあどうしよっかっつって、じゃあ今度中学校、あ、中学校、はい、まあ、矢田部と俺中学校同級生だった、はい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 、同じ中学の外周沿いに、はいはいはい、ほとんど民家がないとこで、うん、中学校だけポツンとあるような学校だったのね。うってつけじゃないですか。うってつけ、はい、だけど学校内に入ったら不法侵入になっちゃうから、はいはい、外周沿いの一本の電灯の下、おお、なるほど、そこで練習してた。あ、すげえ。で、大きい声で車通りもないし、はいはい、いいじゃないですか。じゃあいいじゃんって練習してたら、はいはい、たまーに矢田部がさ、俺に声聞こえないとか言ってくるの。え、出た出たと、いや聞こえないよって言うじゃん、うん、でまた練習してんのね、うん、ネタをまたなんか声聞こえるよと、あら、いや聞こえないじゃんつって、でまた別の日、うんうん、また練習してたら、やっぱ声聞こえるって、なんなお前それって、なんかネタ作りしたくないのみたいな。ああ、なるほどね、いや違う違う、本当なんか聞こえるってみたいな。怖い怖い怖い。で何回かそこの外周沿いの街灯の下で練習してたのね、はい、で裏に大きいなんつうの、鉄の柵っていうかさ、金網、はいはいはい、中学校だから入れないように、ね、結構高めの、うん、ありますね、うん、でその校庭があって、そこがテニスコートになって、そこも囲われてるのよ、はい、真っ暗闇だけどガーって見れば人がいるんだったら見えるわけでも、そんな 夜12時ぐらいとかにやってるから、おかしい、ね、人の声入ってるわけないしなとか言ってて、でもこうやって見ても誰もいないのね、はい、だから気にしないで練習しようって練習してた。したら校庭側からサッカーボール飛んできた。だってありえなくないですか。ありえないよ、人いないんですよね、うん、ポンポンポンって。何が怖いって、金網の隣はテニスコートで全部囲われてるから、テニスコートにまず人がいないと、なるほど、ボールが飛んでこないのよ、そもそも不可能。そうで、その奥から飛ばしてきても、はい、結構遠投しないとこっちまで来ないのよ。でも考えられないですよね。じゃ あれこれ矢田部いるなと。怖っ怖っ。じゃあ矢田部がまあ、ここもダメだ、場所変えようね、ネタ作りはもうやんなきゃいけないから、そうですね、場所変えよう、もうここはもう怖くて通えない、変えた方がいいね。そしたらその中学校のすぐ近くに大きい公園があんの、すっごい大きい公園、うん、そこの駐車場で夜やってたわけ、うん、もう駐車場の自販機の明かりのみ、うん、はいはいはい、はい、まあまあ駐車場の前にある、うん、まあしょうがないですね、ね、うん、そこの前で練習してたんですよ。したらまた矢田部が、うん、また声聞こえるよ。おいおい、マジっすか。ただ今回は俺も聞こえんのよ。やばちゃんと聞こえました。聞こえる。だけど大きい公園だから、はいはい、でも夜人が入ってる可能性はあるわけ。別にその時間帯入っちゃダメっていう公園じゃないんだけど、ただ一個だけ怖かったのが、そこで殺人事件があったのよ過去に。いや、え、実話ですよね。実話でね、怖、そのなんつうの、ああいう休憩する、うん、場所というかさ、公園にあるじゃない、はい、ああいうなんか木で作られた、はいはい、ああいうのなんて言うんでしたっけ、うんうんうん、なんとかじゃやみたいな、
なんとかじゃ、なんわかんないけど、なんとかじゃ、なんとかじゃ、ベンチあってさ、屋根あって木のやつなんつうのあれ、あれに名前あるんですか？普通の休憩するコーナーじゃないですか。なんとかじゃやる気じゃないですか。そこでなんか過去にそういう事件があったわけで、しかも出るよっていう噂はあったのよ、夜になると。一応新スポなんですね。新スポ、まあ公園あるあるじゃん、めちゃくちゃでかい公園とかだったら絶対そんな話はどこの地元にもあると思うんだけど、まあそういうのもあるかと思いながら、でもまあ気にしてたら、またあそこもダメだし、小学校もダメだし中学校もダメだし、もうここしかないよと。なるほど。気にしないで練習しようぜってやってたら、下に出たら君、ちょっと待って、足音聞こえない。ちょうど駐車場の裏が池になって、大きめのね、はいはい、で砂利がバーって引いてあるわけ、はい、でその駐車場と木の植木がバーってあって、そこ抜けると池で、はい、あとは砂利なの下が、だから砂利でこっちに向かってきたら足音が聞こえるわけですよ。夜シーンとしてるし、はいはい、でよく聞いてた2人で一回ネタやめて、ザッ、うわザッって聞こえてくるんだよ。でも12時半にさ、いるって喋り声も聞こえないし、足音だけ、ちょっとこれ普通のおじさんとかなんじゃないのみたいな。でもザッザッザッ近づいてくんのよ。うわ怖い。でもう俺らもネタ練習に集中できなくなって、うわめっちゃ近づいてくるっつって、俺はでもこうやって音を聞いてたの、集中して、ザッ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 、あーでうわーってなった瞬間に、やったのがうわーって走って逃げてきて、で俺パーって後ろ見たら植木があるじゃん、はい、足だけ、植木の下に足だけの幽霊というか、じゃあだからこっから上がないってことですか？ない。怖っ、普通逆じゃん、お化けって足だけないとか言われるんですか？そう、逆バージョン、足だけあるバージョン。足だけのやつが来たよ。へえ。で俺もうわーってなって、でバーってその公園の入り口のとこに車で来てたから、車止めといたのね、でバーって矢田部先逃げちゃうじゃん、はい、で矢田部の車だったら矢田部運転席にバーンって行って、はい、開けてーっつったら、あいつ鍵閉めて今までで一番幸せそうな顔で笑ってたんだよ。怖え。一番怖かった。いや怖かった。でもね、これマジなのよ。だからやっぱ夜の誰もいないとこで、多分芸人さんあるあるとかで、あんまり民家があるとこだと練習できないから、はいはい、人気のないとこに、しかも若手の時なんか特にカラオケボックスも行けないし、うん、どっか小屋借りたりもできないから、はいはいはい、うん、っていう体験した人結構いると思うよ。これいるんじゃないですか。もしいらっしゃったらぜひね、コメントで残していただきたいんですけど、うん、でもその足音ってめっちゃ怖ないですか。しかも砂利だから聞こえやすいのよ。余計にね、だから存在に気づいてほしいのか、うん、なんか意味があるんでしょうね、出てきたのもね。そうね、うるさかったんかな、夜俺らがずっと。何や、もう定年と。そう、12時超えて毎週来やがって、うん、もしくはネタめっちゃおもんないと思う。確かに笑い声は聞こえてこなかったんだけどね。それじゃあかんやろみたいな。でも誰もいないのに笑い声聞こえてきたらめっちゃ怖いよ。怖いな。どんな声が聞こえてるんですか、それって。え、なんか喋り声ちっちゃくささやく、へー、遠いのに近いみたいなイメージ。この辺で言われてる。でもいないんだけど、はいはい、あと男ですか、女ですか。男。じゃあその足の人かもしれないですね。そうかもね。こわー。だからそれでさ、また矢田部がビビってさ、はいはいはい、ネタ合わせで、やだよもうあそこ怖いから行きたくないよって。いや普通行きたくないですね。もうそれでもうなんかそこの何回か行って一回出てきちゃったんだけど、はい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 、でもうしょうがないから第二駐車場ってとこあんのよ。あ、こいつこりだいですね。でかい公園だから。でもそこの入り口のところを足が出てきたところがここだとしたら、うん、はい、ちょっと行ったらここに第二駐車場があるのよ。なるほど。上にね。第二駐車場で今度やってたの。しかも今度は怖いから、うんうん、車の中で口合わせでこうやって、ああなるほどなるほど。たまたま雨降ってて、うんうん、まだ12時過ぎぐらいですよ。あ、危ねえ、公園で言ってたんです、ね、そこの公園は夜人が通るような場所じゃないから、公園に昼間にはたくさん賑わってんだけど、うん、そこに近くに民家があるわけでもないんで、うん、あんまり人来ないんだけど、第二駐車場に車止めて練習してたら、そう、ネタ練習してたら雨が降ってきたから車に入ったんだ。なるほど。12時超えて練習してたら、やつらがちょっと待って、今度は俺の車だったのね。ねえ、後ろから誰か歩いてこない。また出た、もうすごい、なんで、え、すげえ来るじゃん。え、で、坂になってて、はい、12時半ぐらいですよ、はい、赤いドレス着た、はい、女の人。そんなのある？雨降ってんだよ、傘さしてなくて。いやもう絵に描いたような霊じゃん。絵に描いた霊が来たの。で車止めてて坂があって、うんうん、こうずっと坂が上がってくるのね、はい、で俺運転手側だからこっちにこうやって来るわけ。わー。で矢田部が開けんな開けんな、赤いドレス着た女の人が近くまで来て、
通り過ぎてくんだろうなと思ったら、コンコン、おお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 おってなって、怖いでしょ。いや、怖い。だけど、こっちも2人いるし、俺なんかそういうのちょっと開けちゃいタイプなのね。あー、なるほど、わからなくもない。ちょっと開けた、半分、はい、どうしました、はい、あ、ピーね。今絶対それダメなところですよね、空気的にね、これね。丸々公園どこですか。今歩いてきたのが丸々公園じゃん、はい、よ、後ろですよって言ったの、はい、ありがとうございましたっつって、今度その女の人第二駐車場の中入ってって、え、第二駐車場には抜け道がないんだけど、はいはい、第二駐車場の中で入ってって、これ戻ってこなかった。怖っ。え、どこに来ちゃったんだろう、本当に。だから丸丸公園に行きたかったんだろうけど、はいはい、今あなた目の前通ってきて坂登ってきちゃってるじゃんって越えて。怖っ。うわ、ここもダメかって渡部が言ってきて、はいはいはい、一緒の車乗ってますから逃げられる心配ないですもんね。まあね、その時は俺の車だったし。それでネタ合わせする場所に困ったっていう話。いや、大変な話系だね。これ実体験ですから。実体験、作り話じゃないですよね、もちろんね、うん、だってあいつに言ったら覚えてるもん絶対。いや、これめちゃくちゃ怖かったわ。え、そんな怖い話できるんすね。体験したんだからしょうがないじゃん。だってムカつくでも練習してて、矢田部が声が聞こえるとか言ってきたら、はいはい、夜に、うん、いやいや集中してないじゃんと。ああ、なるほどね。でもそれぐらい大きい声だったんでしょうね、多分。いやー、でもどうなんだろう。でもシーンとしてる場所でやってるから、なおさら俺たち以外の声が入ってきたら分かるっていう。なるほど。皆さんビビってませんよ。うち視聴者ビビりな人多いんで大丈夫かな、心配。でもめちゃくちゃなんか面白かった。段階があったじゃないですか、うん、ここでもダメ、ここでもダメ、これ4回目ですかね、だからね、最後小中公園ダメ、小中高と公園が混ざってる。ちょっとなんか高は言ってないけど、普通の芸人さんですから最後の場所ちょっとオチがねついたりするじゃないですか、実はこうなったんだよみたいな、うん、最後に怖かったから。最後は第二駐車場でそのまま帰ってこなかったっていう。いや、それが一番怖いですよ。帰ってこないんですもん、何もなく吸い込まれて。だけど喋ったからそれはなんか人なんじゃないかな。止めてほしかったってアピールする例もいますから、この世には。まあそこはね、なんかスタッフ考えるともうネタ合わせする場所なくなる時期だったんで、あんまり追求するのはお互いやんなかった。なるほど、うん、いや怖っていうかね、お話やっぱ上手だから面白かったですよね。ただ俺ちょっとちょいちょい何々公園って言っちゃってるから、全部ピンお願いしますね。ちなみに今回のお話はあのヌーベの生がパクったんですか、これ。ヌーベの生からパクってない。ヤタベと俺の話ですから。前回パクリ言い訳がね。あれじゃだとしたらヌーベより前の僕が小学校3年生なのよ。いや、すごいですね。いや、でもちょっとなんか漫才師の裏側としての話も面白かったです。ああ、まあでもそういうのあると思う。みんな若手の時はどこでやってるとかは難しいんじゃない、やる場所が。音楽とかやってたら、うん、もうバンドだったらもうスタジオ借りなきゃ絶対練習できない、ね、だからバンドの人たちは例えばその食えるようになるまではバンドのライブハウス借りるのもお金かかるじゃない。かかりますよ。行くしかでもないじゃん。はい。そのためにバイトすんの。それはそうですよ。でもそれはなんかスタジオに入らないけどドラムセットも叩けないから。そうだよね、割り切ってわかるじゃないですか、うん、で漫才師さんって僕も裸一つで現地に行ける凄さを感じてるんですよ。おー、もうセンターマイクが用意されてそこで二人で喋ります。これでもうなんか成立することの美学みたいなのも僕もあって、うんうんうん、だから練習も別にどうでもいいんだなと思ったら結構シビアにその悩みがあるんですね。そうだと思いますよ、多分。なるほど、ね、若手の子たちは特に田舎とかはね、もう考えずそこでやってる人も多いでしょう、うん、都会だったら、都会だったらそこそこ都会ですからね。うん、だからやる場所は難しいんじゃないですか、やっぱ、はいはい、特に俺たちがまだ20歳ぐらいの時って、うん、そこまでお笑い文化って、あ、確かに今ほどなんか東京はそういうお笑いライブとかあったと思うけど、埼玉ってなかったから。あ、そうか、東京だけだったと思うよ。なるほど、東京と関西か。はいはいはい。いやー、そういう意味ではね、今いい時代になりましたよね。そうね、恵まれたね。恵まれているハウスもたくさんあるし、うん、いや今日はめちゃくちゃね、面白くも怖いお話を聞かせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日もね、面白かったと思う人は高評価でチャンネル登録お願いします。あ、ちょっと待って、今日ね、はい、せっかくなんで連れてきたい人いるんで、ちょっとすいません。え、赤い服の例誰？ご本人です。えぇー、おぉ、どうもどうぞどうぞ。いいですか。ちょっと、どうも。え、間違えてくださいね、浜谷さん。はい、浜川の浜谷です。ちょっと、なんだよ。友達が、はい。いや、ちょっと混乱してるじゃないですか。ちょっと来てって言われて、はい、
ちょっと来てた。本当に本当にそのノリで、はい、コヤッキーっていう YouTube やってる人がいるんだけど、はいはい、ちょっと出てって言って、はい、呼んできました。そんな簡単に来るんですか昔からの付き合いで。あ、なるほど。え、いいんですか、今カメラ回ってますけど。大丈夫です。え、ちょっと待って、ちょっと一旦閉めて、ちょっと続き、緊張するな、なんかこれいやちょっとなんか緊張するな。プロなんです、プロなんですよ。でも逆に緊張するよね。逆に緊張する、これね、でっかいテレビ局とか行ったことあるけど、なんか緊張するわ、ここでっかいテレビ局とか行き過ぎてるからいやそんな行ってね、行き過ぎてみたいになってないですけど、うん、え、もしよかったらちょっと撮ってもいいですか。もちろんもちろん。え、ちょっと、めっちゃいいやん。え、一旦どうしよう。そうですね。ちょっと、はい、3人で撮らせてもらおう、ちょっと。わかりました、はい。こういうのが、はい、チャンネル登録絶対して、ちょっと、明日多分 Vlog で浜カーンさん、浜谷さん出ていただけると思うので、はい、ちょっと、明日また見て、一旦閉めろ。バイバーイ。じゃあ、明日見てねー。